今の報道をちょっと見渡してみると、やっぱり過激なものだとか、多くの人が興味関心を抱きやすいトピックっていうのが扱われやすいんですね。ただ、例えばじゃあ今実際にコンゴ民主共和国で起きている紛争、僕らの生活とはまるで関係ないように思いますし、実際にそういった取材を持ち帰ってきても、なかなかこう、大手で発表できたりするわけでもないし、じゃあその取材っていらない取材なのかっていうと、そうじゃないと思うんですよね。多くの人の関心を引きづらいけれども、本当は大切だと思う、必要だと思う問題っていうものを報道し続けるためには、いわゆるマーケットに乗った報道ではできないことがあるんじゃないっていうことを考えるようになりました。私たちが今こうやって活動しているのも、いろんな人たちに支えられてこそなんですけれど、でもやっぱりいろんなこう私よりも若い方々にどうやって生計を立ててるんだろうとか、そんなにギリギリの仕事ってどうやって、どうして選んだのっていうことを聞かれるんですね。本当は伝えるっていう仕事をやりたいんだけれど、でもなかなかそこに踏ん切りがつかないっていう方がいらっしゃると思うんですよね。なので、私たちはじゃあやる気さえあればできるはずだっていうふうに、ただ単にこう精神論を展開していくんではなくって、私たちはじゃあ NPO としてこういうやり方をしてますよっていうふうに具体的にこう示せる場が必要だと思ったんですよね。で、それが今いろんな方々にご寄付をいただいて、この伝えるっていう仕事を支えていただくっていうことなんですけれど、なので自分たちさえ良ければっていうことから脱却をして、で、次の世代に何を手渡せるだろうかっていうことを考えた時に、私たちは NPO っていう形が一番望ましいっていうふうに考えました。